上田の合戦で真田の強さを知った家康は稲姫を真田家長男信行に嫁がせ真田家と縁組をした。ここに稲姫は真田家の一員となり、幾多の戦いで槍を交えた真田幸村は彼女の義理の弟となった。その頃秀吉は九州を制圧、奥州の伊達家も膝を屈し、もはや抵抗勢力は北条家のみとなっていた。秀吉は持てる兵力を総動員して北条の居城小田原城を包囲する。稲姫も真田の将として小田原に参陣した。姉として良き手本を示さなくても。第三小田原討伐、いざ参ります。ご無理はなさらぬよう。そのような気遣いは無用です。見てなさい。いたしました、姉上。この可憐な乙女武者、この稲と勝負です。
正直な子ね。私は甲斐、受けたたつは稲。稲やるな、その調子だ。ルルを壊してやる。入ります。貫禄いつまでだって、もう腹立ってないで早く。アイオン本腰入れて通じにかかるか。お助けください。これはモノノフの意志、引くものか。この木に乗じて共に敵を打ち破りましょう。進め、姉上、来てくださったのですね。戦するとはな。こっちです、こっち。参ります。
これ以上引っかき回されちゃ面倒だな。開門進め。できるものの船開門進め。くせわしと互角に張り合う奴がおるとはな。どうしてこの船はまっすぐで行くらしい。俺の生涯戦で逃げたことがねえのが海でね。最後の傷も真正面からつけてくれ。お見事貫きます。手はしません。それくらい物のことして当然です。Come on!
わしらの勝ち、天下統一じゃ。雪村、この太平、共に守り行きましょう。ええ、姉上。刹那の勝機も、この弓で射抜いてみせます。